不動塚一号墳は奈良県宇田市宇田の東土にある古墳。形状は前方後円墳。不動塚古墳群を構成する古墳の一つ。史跡指定はされていない。奈良県東部、宇田盆地南部の丘陵上において、尾根に沿って築造された古墳である。周辺には円墳三基がある。1878年に発掘されているほか、1979年に墳休測量。 石室実測調査が実施されている。噴景は前方五円形で前方部を正方に向ける。噴球に断地区、葉には、吹き石は認められない。主体部の埋葬施設は片袖式の横穴式石室で南方に開口する。原室内部には箱式石棺が据えられ、明治の発掘の際に副葬品が出土したというが、現在の所在は明らかでない。築造時期は、 古墳時代後期の6世紀中央紅葉頃と推定され、宇田地域における有力市長部に位置づけられる。古墳の規模は次の通り。石室原室主体部の埋葬施設としては、右肩袖式の横穴式石室が構築されており、南方に開口する。石室規模は次の通り。原室内部には、石室主軸と直行する方向に箱式石管一基が据えられる。 この石室では、1878年に、水銀鉱山行政監督により、境県令の命と称する発掘が行われている。記録に基づけば、近藤僧関東大東、鉄槍山、鉄属八、末木、はじきの出土が推定されるが、当時の区内省に収めるとして持ち帰られたまま、現在は、所在不明である。なお、蒸気石室以外にも埋葬施設の存在を、 推測する説がある。ありがとうございます。